1匹なの？病院ちゃんと行ったの？なかなか時間取れなくて。ダメじゃん、心配だな。やっぱ私そっち行くよ。いいですって。君に移って、トールに移ったら大変です。明日には行くつもりですから。トールは元気にしていますか？元気だよ。今はすやすや寝てる。そうですか。近いうちトールに兄弟作ってあげましょうか。あ、励むの？励みます。じゃあまた帰る時にでも電話します。うん、待ってる。あったかくして寝てね。病院も行ってね。はい、そっちも無理しないように。おやすみ、まゆなしさん。あ、きっとパパからだぞ。パパ！はい、もしもし。はい。はい。お？朝、同僚の方が気づいた時にはもう風邪をこじらせたって。行くのが早すぎだよ。まだまだこれからだったろうに。あの嫁は何やってんだ。風邪ひいた旦那ほったらかして。どうせ遊んでたのよ。だから反対したんだよ、二人の結婚は。騙されてたんじゃないのか。子供どうするのかしら。勝也君かわいそうに。あんなのと結婚なんかするべきじゃなかったんだよ。もっともっとだ、もっと責めてほしい。私を責めないでほしい。打ちのめしてほしい。もっともっと責めてほしい。もう二度と立ち上がれないくらいに。あっけなかった。勝也は燃えて煙になって白い骨になった。